生活の本性がないんだから、忘れずに生きてる。毎日の動画を見る。この方たちが好き。話せんって言うから、はい、話しないって言うからちょっと、いやそれおかしいでしょ。出陣式やって帰陣式やって反戦の弁やるって、これ日本中が注目する選挙でしょ。それおかしいですよ、拒否するって。警察の問題じゃないでしょう。だからあの犯罪じゃない、私は新聞に巻き込んだ。警察の問題じゃないでしょう。事務所開きあって、出陣式あって、帰陣式あって、勝った負けた関係なく最後の話をするのは筋でしょう。立候補者はそれ取るなって、それ何ですか。はい、いや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 、それおかしいでしょう。いや日本中で注目という選挙と言っておけながらですよ。選挙カーで皆さん見てるんですよね、ずっと日本中で。始まりから終わりまでちゃんと記録しておかないと、負けたからといって取材拒否っておかしいんじゃないですか。勝つか負けるか分かりませんからね、もう投票ですから。負けたらきちっと候補者らしく最後の弁を述べて終わるっていうのは選挙でしょう。それをあんた拒否するっておかしいんじゃないですかね。拒否するだけの理由があればあれですけれど。あなた取材を受けたくないと本人が言うんだから。いや本人から聞いてないですよ。あなたから聞いてますよ。僕、私は直接聞いてるから言ってるんだけど。いやいや、これ公共性高いですからね。公共性が高いものですから、選挙ですからね。個人の大きな問題とかプライバシーの問題とは取れませんけれど、選挙っていうふう皆さんが注目するだけでしょう。日本中で選挙運動期間中もおっしゃいましたよね。だからこれ記録に残す必要あるでしょう、最後まで。でもどうしてもシェダーランチが規則がないでしょ。はい、どうしても知らないという法律とか規則がないですよ。おたくたちが、おたくたちがそんなに側を張る。いや、側は張ってませんよ。記録として残す必要があるので記録するだけであって。いや、あの好き嫌いで取材するわけではありませんから。私が嫌いであっても、これは取材ですから、仕事なんで。あなたに言ってないですよ。いや、私に対して好き嫌いはあっても取材仕事ですから。はい、前代未聞の取材拒否です。日南市長選挙、結果出たんですけれど、川野誠候補敗戦の弁を述べるんですけれど、なぜか市民メディアメディアだけは取材拒否ということで、今、玄関から、取材をしております。何を考えてるんでしょうかね。ちょっと訳が分かりません。もう本人が言うんじゃなくて周りがね、ガヤガヤガヤが騒いでるんで、ちょっとねおかしいですよね。ということでね、もう喧嘩あまりしたくないので、このまま、帰りたいと思います。お疲れ様でした。失礼します。